ようございます。カモンマテリアル、マテリアルの高見頃です。ケンのあゆみです。上野ひゅうらです。よろしくお願いします。この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。朝早い下が回ってないはい、ということでですね、はい、今日はですね、4月の15日でございます。はい、はい、4月半ば、ね、半ば入りましたね、うん、はい、さあ15日はどんな日なんでしょうか。はい、この日なんです、はいはい、今日はヘリコプターの日です。はい、東京と港区芝に事務局を置く、うん、航空事業に関する調査研究を行う一般社団法人全日本航空事業連合会が1986年に制定いたしました。この日はモナリザで有名なイタリアの芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチの誕生日、誕生日だそうです。はい、4月15日かね、はい、彼は画家のみならず発明家としても知られ、うん、ヘリコプターの原理を考案した、はい、方ですね、はいはい、ヘリコプターの重要性を PR し第二の空の足として認識してもらうことが目的で記念日が作られました。なるほど、はい、なるほど、なるほど、まあまあ確かにそうですよね、うん、あのレオナルド・ダ・ヴィンチっていうと本当にあの、うん、いろんなことをやってる人なんで、すごいですね。そうですそうです、うん、絵画もそうやけど、うん、あのそういういろんな発明品のね、うん、あのデザインとかスケッチというか、うん、あの設計図みたいなのをね、いろいろ書いたりとかして残してはるんですけど、うん、あのなんかこのぐるぐるとぐろ巻いてるみたいなね、うん、あの垂直翼というかあのその上上がっていくためのね、うん、あのヘリコプターの原理みたいなのを、うん、もうあのルネッサンスの時代に考えついていたて、そんなにね前からその原理を、そうそうそう、でね多分ね俺思うねんけど、レオナルド・ダ・ヴィンチが考えてたのはヘリコプターじゃないと思う、うん、ドローン、うん、どっちかっていうとあのだから、うん、あのね、あの2025年あの関西万博があって、うん、はい、でそれに合わせて大阪府とか国が、うん、あの今その空飛ぶ車、はい、あのもうね、朝ドラ終わりましたけど、うん、まあやがれでね、すごいあの話題になってましたけど、その空飛ぶ車をあのこの大阪側に走らそうという計画がね今進んでいて、まあそれに向けていろんな規制緩和とかもされていってるんですけど、あのおそらくダ・ヴィンチが考えてたのはどっちかというと、あのね、まあこの間もちょっとあの墜落したりとかしてたけど、ああいうヘリコプターっていうすごい、あの何が一番違うのかっていうと、ヘリコプターって1個でしょ、でドローンって複数翼なんですよ、複数のこのプロペラがあって、うん、でそいつがこう垂直に上げてくれるんだけど、うん、一番の違いはまあその数の問題もあるんだけど、エンジンというか、うんうん、そう動力が違うんですよね。だからヘリコプターとかは内燃機関で回してる形になるんだけど、うん、要はあのガソリンを使って、うん、あの内燃機関で回してるんで、それに対してドローンとかはあの電気なんで、うん、モーターなんですよね、うん、だから音が全然小さいし、うん、みたいな話になる。まあまあそれでもバリバリ言いますけど、うん、だからあのこの違いが大きいのと、だから、なんていうの、その家の前からそのまま上へ垂直で上がれるわけですよね、はい、あのだから一応空飛ぶ車の定義っていうのもあの垂直に上がって垂直に降りるっていうのがね、できるかできないかみたいなのがありますから、はい、まあ、だから多分ダ・ヴィンチはどっちかというとこれからできてくるその空飛ぶ車みたいなことを考えてたんじゃないかなって、ね、ね、ダ・ヴィンチが考えてた夢がようやくもうすぐこの大阪で叶うかもしれないってね、はい、夢のある話ですね、はい、はい、すごい、はい、夢のある話というと、はい、東京ディズニーランド開園記念日、夢の国ですね夢の国です、はい、1983年昭和58年の4月15日に東京湾沿いの千葉県浦安舞浜に夢と魔法の国をキャッチコピーとした東京ディズニーランドが開園しました、うん、約40年前です。おー、はい、ね、今日で40周年です ね、 ね、はい、もう俺中1や、うん、私言わない私言わないでも生まれてた、うん、うん、ギリ、うん、はい、うん、同じぐらいの ね、まあ、ね、まあね、まあね、はい、はい、で、なんか今あのうまいことこう まとめようとしたの今ぐらいって言って、はい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 、あ、そうか、40年ね、40周年だから40周年の、うん、
記念のパレードとかも、はいはいはい、あのなんか5年ぶりに、はいはいね、新しくパレードをしたりとか、ねはいはい、コロナ禍でねあの、はい、キャストとそうです、ね、ハイタッチとかできなかったのができるようになって、うんうんなはい、ますますね楽しい東京ディズニーランドになっておりますね。はいねあのはい、東京ディズニーランドの日にあえて言うのもなんなんですけど、うんあのユニバーサルスタジオジャパン大阪の方ではね、うん、あのもうすでにノーリミットパレードって言ってね、うん、あのもう思いっきりハイタッチとかやりまくってるやつをやっててあの、うん、僕の知り合いが実はあのちょっとスタッフで入ってたらしいんですけど、うん、スタもうねなんかあのちっちゃいコーラとかものすごい突撃してくるやつって、うん、であのキャストにうわーって行くのを止めなあかんから、うん、あのタックルされるらしいドーンって見えてへんからすごい勢いでタックルしてくるらしいあの目の前にいるスタッフとか全然見えてへんからスタッフにガーッと大変って言ってましたはいはい、はい、怪我のないようにね、はい、あの東京ディズニーランドでも怪我ないようにね、はいやっていただければと思いますけどもはい、はい、以上です。はい、はい、ありがとうございました。はい、それでは、このプレゼンありかなしか、はいなんですけれども、これがですねもうすごいタイミングであの入ってきたので急遽っていう感じなんですけど実はほんまに昨日一昨日こんなんあんねんっていうのが来て、うん、あ収録前やから行けんでって言ったら、うん、ほんならちょっと手配します言って、うん、昨日あのもう一昨日言われて昨日セッティングして、うん、昨日取材したという、ものすごい取れたてほやほやのネタなんですけれども、うん4月15日からねシネヌーボーさんの方で、公開されますみんな生きている2つ目の、誕生日っていうね、作品約2時間の作品なんですけども、うん、これがですねあのトモル僕の作品のトモルにも出演してくれているあの榎本さくら君、うん、コロッケ屋の兄ちゃんで、はい出てくれてるんですけど、うんはいこの榎本さくら君がプロデューサーを担当しているという作品の、インタビュー、これ監督と主演 そのモデルでもある樋口さんそして榎本さくら君、そして私の、4人が画面に登場してくるという、なかなか暑苦しい画面なんですけども、それでインタビューをしてきましたのでご覧いただきたいと思います。まずはいつものように予告編からご覧いただきます。それではこのプレゼンありかなしかスタート。3はい4はい急性骨髄性白血病です。白血病俺がどうしたらいいかわからない。一緒に泣きゃいいのかよ。空手も彼女も消えちまった。俺自身も消えちまうんだ。骨髄移植をすれば治る可能性はあります。骨髄移植助かった人もいれば助からなかった人もいる。世の中野田さんが見つかったら天からの使いと思うのはどうでしょう。これあの提供する側にとってはとてもハードルが高いと思うんですよ。おねんに針刺すんでしょ。全身麻酔ですよね。うちにはまだ小さい娘がいるんです。私はやりたいの。私が断ったらこの人死んじゃうかもしれないんだよ。名前も顔もわからない誰かのおかげでこうして生きています。そんな僕の体験をもとに映画を作りました。ぜひ劇場でご覧ください。今日はですね、映画みんな生きている2つ目の誕生日という作品の監督主演そしてプロデューサーのお三方にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。まずは監督がですね、諸澤和幸監督ですね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして主演が、樋口大吾さんですね、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そしてですね、プロデューサーがですね、榎本さくらさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、榎本さんはね、あの実はあの僕の4作目のともるという作品にねご出演していただいておりまして、はい、あのいい味を出していただいている役者さんというわけで、で今回の作品にも役者として、ね、樋口さんが演じられている主役の友人としてね、参加されているという形になっているんですけども、はいはい、でまずはですねこの作品がどういう作品なのかを、まあ、簡単にご説明いただきたいんですが、ではこれ、主演の樋口さんの方から、ご説明いただいてよろしいでしょうか。はい、ですね、本作は、僕の白血病から
骨髄移植をして今生きているっていう実話をベースに作らせていただきました。はい、僕自身が25歳の時に急性骨髄性白血病と診断されまして、で5年闘病した後に最後は、医師に助かる方法は骨髄移植しかないと告げられました。そんな中で名前も顔もわからない方が僕に骨髄液を提供してくださって、まあそのおかげで僕は今それから15年ほど経つんですけども生きています。はい、そんな話を実体験をベースに、脚本監督の坂月さんにお願いして、まあ、クラウドファンディングで資金集めさせていただきました。で、まあ、コロナ禍もあり放送から5年ほどかかりましたが、やっと今こうして公開にたどり着いている作品です。はい、はい、ということなんですよね。これがですね、で、あの諸坂監督がですね、実は、まあ、僕も見てましたけど、あのナースのお仕事っていうね、あれテレビドラマで映画にもなってますけども、こちらの作品の監督を、されていて、まあ要は医療分野の作品を、まあ、撮ってらっしゃった方なんで、割と医療関係には詳しいのかなと思ったりはするんですけど、この作品を作られるにあたって、なんかこの脚本も担当されましたし、全然思ってたことと違ったみたいなことってありますか？今回だから、今樋口君が言ってくれたように、骨髄移植っていうのがね、最後彼の命を救うんだけれども、その骨髄移植っていう言葉自体はね、あの聞いたことはあったけれども、その実際どういったことが行われて、その骨髄を提供するドナーさんっていうのがどういうふうにチョイスされて、どういう決断をするのかと、その辺というのは、まあ、今まで白血病関連の映画やテレビドラマって結構あったんですけども、うん、あんまり描かれていないあのところだったんで、そこをちょっとあのちゃんと描いてみたいなと思って自分なりに調べまして、そもそも骨髄ってなんだとかね、うん、実際どういうふうなあの手順を経て移植が行われているのかっていうのは、今回実は初めて知った部分が多いです。いや、そうなんですよね。骨髄って何ってあんまり知らないというか、なんとなく骨の中にあるんだろうなっていうのはみんななんとなく知ってるんですけど、はい、骨髄が一体どういう役割をしてるのかとかって一般の方ってあんま知らないですよね。知らないですね。あの脊髄と勘違いしてる方も実は結構多くて、はい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 、はい、骨髄って、まあ、血液のようなものなんですよね、うん、この液体なんだけど、うんうん、はい、なんかもっと個体のね、骨の一部をこう取って、うん、こう移し替えるんじゃないかみたいな、そういうふうに思ってる方もいらっしゃったみたいで、うん、まあ自分もそれからそんなに遠くないんですけれどもねそれは今回脚本書く上で随分学びました。だからあのメスとかじゃないですよね。あのそうなんです。その移植シーンっていうのが切ってなんか開いてみたいなことをイメージする方も多いみたいなんですが、はい、実はそういうことではない。実はそうじゃないし、まあ、あのその採取するっていうのも別にメス使うとかではないっていうね、そうですね、話なんですけど、はい、その辺、まあ、非常にリアルに描かれていて、まああの見えない範囲ですごくリアルにあの主義の部分っていうのを取られているの で、ね、僕もめちゃくちゃ勉強になりましたすごく、あ、こうなってるんだっていうのすごい勉強になりました。はい、で、すいません、役割としてプロデューサーで榎本さくらさんが参加されてるんですけど、これ今回どういう流れで榎本さん参加する感じになったんですか？はい、ありがとうございます。一番最初は俳優として出演のオファーをもらって、それは樋口演じる主演の、まあ、友人の、はい、仲良し3人組のうちの1人みたいな形で、まあ、声をかけられたんですけど、あのこの映画はあのいわゆるインディーズ映画と呼ばれるジャンルなので、まあ、僕自身がインディーズのプロデューサーということも、何回か経験があったので、まあ、ちょっとそこで、まあ、プロデューサーとしても、あともう一つはですね、あの、まあ、これは僕個人的な感想なんですけど、はい、あの映画最後まで付き合い なかなか付き合えれないんですよ、俳優部って、うん、付き合うことができなくて、うんうんうん、やっぱりあの人生に1回しかない映画なので、うん、あの今回のこの樋口が主演、自分の実体験を主演でやるっていうことに対して、うん、まあ、そこを最後の最後まで一緒に付き合っていけたらなっていう思いもあって、プロデューサーはまあやりたいですっていうところで2つ返事で、はい、参加しました。なるほど。というかあの要するにですね、本当この作品ってね、まあ、あの今ねいらっしゃるそのお二人というか、まあ、もうそうだと思うんですけど、樋口さんっていう人間のそのなんか魅力じゃないですけど、それによってこう動かされて作られてる映画っていう気がするんですよね。まあ、作品見てもすごくそれは感じる、まあ、僕もあの見させていただいてすごくそれは感じたんですけど、当然ながらその実体験なの でこの経験をもとに作られてるっていう、それだけに絵がすごい強いんですよ。
例えばそののた打ち回ってらっしゃるシーンとかも、病室でベッドの上であれってね、すごい痛いというか、なんか形容のしようがないんですよね。そうですね、あのまあ僕がでも経験したことではあるので、はい、あのリアルにね、うん、からからまあ覚えてるというか、はい、まあ、役者の声を再現できるっていうことなんですけど、はい、まあ、僕がリアルに感じた痛みなんかを素直に、うん、はい、まあ、なかなか普通は映画だとそこまで表現しないのかもしれないですけど、ここはもうドキュメンタリー、前半はタッチになってるというか、なんでもう遠慮なくやらせてもらったっていう感じですか。いやいや、だから監督もおっしゃってましたけど、この作品って当然ながらその骨髄を提供されなきゃいけないその白血病側の人もいるんですけど、とドナー側の視点も両方ある作品で、だからこそ僕は本当に皆さんに見てほしいなってすごく思うんですけど、ドナー側の見返りが一切ないっていうのに対して、うん、こんなことすんのかっていう、この周りの人のその心配というかね、反対というよりあれ心配だと思うんですけど、うん、その辺って監督は どういうところから描かれたというか、なんか取材されたりとかされたんですか、これ。あのまあ取材もしたし、実際ドナー経験のある方の話も聞いたり、はい、まあ、あと日本骨髄バンクの方たちに、まあ、台本をあの読んでもらって、うん、いろいろね、あの意見とかあの添削していただいたりもしました。で、まあ、要はあのドナーになる人ってどういうふうな経緯で登録して、でどういうふうに決断するんだろうって、まあ、人それぞれ違うとは思うんですけれども、この映画の中では周りの人がいろいろ心配してやめといた方がいいんじゃないかみたいなねことがあって、で実際そういったご家族の反対とかがあって、あの決断できなかったっていう方もいらっしゃるみたいなんで、そこをどう描くか描かないかっていうのはまず根本的にあったんですよね、うん、でもドナー登録してほしいと思いつつも、やっぱりそれは後から分かるよりもこういうことなんですよって知ってもらった方がね、皆さんなんとなく分かるっていうか納得できるんじゃないかと思って、うんうん、まあできる限りあのなるべく正確に動くかなとは思いましたね。そうなんですよね。あの僕もあの臓器移植の方の作品を一本撮ったことがあるので、ドナー側の視点ってすごいこう難しいんですよね、どう描くかっていうのが。そうですね。でも実際あのドナー役は松本若菜さんが演じていただいたんですが、はい、まあ、下手をするとただのいい人になっちゃうところを、すごくちゃんと生活してる妻であり母であり主婦であるっていうね、その立体感のあるね、あの実像を、ね、彼女が体現してくれたなと思って、すごく彼女には感謝しております、うん、そうですね、いい演技されてましたね本当に、ぜひだからたくさんの人にね、あのこの樋口さんの思いとともに、まあ、もちろんそこにその樋口さんの思いを受け取って、一緒にその思いをみんなに伝えようと思って、タッグを組まれている皆さんの思いも含めてですね、たくさんの人に見ていただきたいなと思うんですけども、うん、お時間そろそろ来ましたので、一人ずつですね見てらっしゃる方にメッセージをお願いしたいんですが、まずはじゃあ、プロデューサーの榎本さんからお願いします。はい、ありがとうございます。ですね、本作今今日から大阪京都など、上映をしております。より多くの人に見ていただいて、この企画自体がですね、どこかにいる樋口のことを助けてくれたあのドナーさんに感謝を伝えたいというところから企画が始まりました。なのであのより多くの方々に、そしてはまあひいてはですね、あの全てあのドナーを経験している方々にありがとうを伝えたいというところの企画なので、まあ、ちょっとより多くの方々にあの今樋口の思いが届けられるように、全国回ってきますので、少しでもこの映画興味あるななんて思っていただけたら、劇場に足を運んでいただいて、僕らあのまずは15、16と舞台挨拶大阪はしておりますんで、ぜひともお声掛けください。一応17日も、劇場でお見送りなんかできたらななんて思っておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、はい、では監督いきましょうか。はい、あの最初にね、樋口君からこの話をもらって一緒にやろうかって言ったのはもう2018年ぐらいなんですね。結構前になるんですけども、はい、うん、その後、脚本を書いていろんなところをお金出してくれるところもあったりもしつつ、でそこでコロナという問題が起きましてですね、はい、クラウドファンディングでお金を集めました最初は。でそんなこともあって、まあ、いろんな人の本当にご協力とご賛同の上にね、うん、成り立ってる映画で、まあ、なんとか5年ぐらいかかりましたが、完成をしまして今劇場公開中です。皆さんたくさんの人に見ていただきたいと思ってます。よろしくお願いします。はい、では最後に、主演の樋口さんお願いいたします。
本当この映画は根底にある思いは、まあ、僕自身も助けてもらったんで、一つでも多くの命につながればいいなと思って作らせていただきました。で、今苦しんでいる方もこの瞬間もたくさんいらっしゃいますし、ご家族の方も含め亡くなった方もたくさん見てきました。そんな方のね、少しでもこの作品が勇気や希望になったり明るい気持ちになってもらったら嬉しいなと思ってますし、劇場で見ていただく皆さんにもこの作品見ていただいて、日常生活のね、なんか幸せさだったりとか、こんな何か明るいものを感じて劇場を出ていただければ嬉しいなと思っております。ぜひ皆さんに見ていただきたい、僕の20年すべてかけた作品になってます。ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、今日はですね、映画みんな生きている2つ目の誕生日、ということでこの皆さんに、インタビューをさせていただきました。今日どうもありがとうございました。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 ドラム兵さんのね T シャツで俺も、はい、はい、ということで終わりました。はい、いやということで、こういう内容の、作品だったんですけども、うん、インタビュー聞かれてどうでした？ちゃんと劇場で見たいなと思って、予告見ただけでちょっとうるっときって、ね、うん、これはもうどうしても見たいなと思いました、ね。うんうん、いやもうぜひ見ていただきたいですね。はい、うん、ですね、うん、まあまあ見たいですね、うんうん、まあまあ命に関わることなんでね。そうですね、うん、やっぱり、はい、まあ、重いっちゃ重いですけども、うんうん、やっぱりそのさっき監督がおっしゃってた骨髄って何、うん、そう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 、何というか、まあ、骨髄は分かりますけど、うん、でもそれがどういうふうに採取されて、どういうふうな役目があってとか、本当にその骨髄バンクってね、まあ、聞いたことあるじゃないですか、ね、うん、だからそのどうなってんのやろうっていうの、裏側も全く分からないところ、ね、だからね、すごいうまかったのが松本若菜さんね、うん、今をときめくというかね、いろんな役にもされてますけども、うん、彼女が演じたそのドナー役のね、女性なんですけど、友達がなんかそのなんかアイドル俳優かなんかが、うん、なんか主演したなんかドラマを見て、でなんか骨髄バンク登録行こうよって誘われて、私も何の気なしに行ったと。登録ってどういうことかっていうと、うん、採血するだけなんですよ、うん、だからそんな大したことじゃない、うん、でそれがもう何年も前の話で、うん、で肩に合いましたから、うん、ドナーになられませんかっていうのが何年後かにやってくる、うん、だからやったからすぐその、うん、なんか骨髄移植があるとかじゃないし、うん、登録してて肩が合うというのが何年後に出てくるかわからないわけですよね、うんうん、だから彼女の場合も結婚前にもうちっちゃい子供さんがいるという設定やったんやけど、その結婚前にその友達と登録に行ったら、それが今頃になってきてびっくりしてるみたいなとこから始まるわけですよね。やること自体はすごくライト でただドナーになってもらえませんかってなった時には全身麻酔なんで、まあ、入院が必要みたいな形にはなっちゃうっていうね、そういうことなんですよね、うん、まあまあその辺詳しく、はい、作品の中でも描かれてますし、うん、ドナーもそうです、そして白血病の人がどういう、うん、苦しみを味わうのかみたいなことも、うん、本当はね、樋口さんは25歳の時から30歳までかけて、やっぱ5年間かかったんですよ治療に、うん、で骨髄移植の結果、まあ、5年間かけてなんとかっていう話だったんですけど、うん、最初は抗がん剤だけで治療するんですよ、うん、でこの抗がん剤がすごくしんどくて、はい、うん、で効く効かないっていう期間があり、まあ、最後、一回治ったんやけどまた再発して骨髄移植っていう手段に行くというプロセスがあるんで5年ぐらいかかってるんですけど、うん、だまあそれを5年って言ったらちょっと長すぎるから、2時間の映画の中では、うん、っていうことですごくコンパクトにまとめてはあるんですけど、うん、はい、かなりリアルなものが見れると思いますので、別にそのリアルなものを見てほしいというより、まあ、こういうことが起こってるんだということを一つ知っといてもらうってすごい大事じゃないかな。だってこれ本当に誰がいつになるかって分かんないですからね。うん、ひょっとしたら僕もそうかもしれないし、皆さんのこれ見てらっしゃる皆さんの誰かが、うん、あるいは大切な人がなるかもしれない話なんで、まあこういう話って見ておくということがすごく大事だと思いますし、でせっかく映画になってますからね、映画館で、見ていただいた方が、より、伝わるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、
まずは、今日から、まあ、昨日から京都ではやってるそうですけども、はい、シネヌーボーで、今日からやっておりますので、はい、はい、ぜひ、シネヌーボーに足を運んでいただければと思いますっていう感じですかね。はい、はい、でもうこれね罰どうやってあげんねやろって思うねんけど、うん、はい、どっち今日私行きますか。はい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 、どうやってあげんのですか。もう終わった、もう終わった、いや終わりました、はい終わりました。ここれを見せる、わわわ、まあ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 、そうだよね、はい、そうだよね、そうだよね、はい、もちろん、はい、ということでございます。あの皆さんも行ってください、はいはい、ということで、今日は、みんな生きている、2つ目の誕生日という映画を紹介させていただきました、ありがとうございました。はい、はい、ということで次あゆみ、はい、次の情報です。はい、はい、本日ですね、はい、はい、本日、本日、はい、本日ですよ、本日ですよ、はい、命の尊さを考える、もうすごいタイミングよねそう、すごいタイミングです、そうなんですよ、はい、だから僕ごめんなさい、今日は行かれへんね、あの舞台挨拶、はい、明日行きます、明日行きますから、はい、はいはい、で、今日はこっちです、はい、ここでやってます、ここで、はい、命の尊さを考える、はい、生きてるからこそできることですね、はい、大きな木になりたいと、はい、絆王子と無限の一歩の上映がありまして、はい、トークセッションがございます、はい、ございます、はい、すごい素敵なイベントになります、はい、18時から受付でございます、はいはい、18時開始ですね、18時30分スタートで18時から受付開始となっております、はい、料金は2500円です、はい、ぜひぜひ皆さんね、お越しください、お待ちしてます、お待ちします、はい、はいはい、そして、17日がね、バーやってます、ここ、ね、あ、バー、バーやってます、はい、はい、で、19日がよしお誕生編です、はい、はいはい、もうヒーラー監督祭りになってますね、本当にね、はい、はい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 、こちらの方が、はい、19時30分からスタートになります、はい、で終わってから、はい、あの僕飲みますから、はい、一緒に飲みながらいろんな話したいなと思います、はい、ぜひお越しください、はい、はいはい、そして16日が、傘の下、はい、19時30分から、上映しております、はい、川本貴博監督、カバの監督ですね、の上映となっております、はい、そして、定期上映金曜日、取り残しティ、はい、上映しております、はい、はい、ぜひぜひお越しください、第2回目になりますね、はい、ね、はいはい、ぜひぜひお越しください、山口博樹監督で、19時こちら20分からになります、はい、ちょっとだけ時間が早いので、はい、お気をつけください、はい、はい、でカバが、次が24日になりますね、はい、24日第4月曜日は24日となっておりますので、はい、こちら19時からですね、はい、なりますので、ぜひぜひお越しくださいませ、はいはい、そしてゴールデンウィークに入りますね、はい、3、4、5、6、7と悲劇愛妻物語を、上映いたします、はいはい、こちらですね、詳しくはこの後で、はい、そして、5月のゴールデンウィーク3、4、5が6600V ドキュメンタリー映画、うん、下本隆監督と6600V の上映となっております、はい、同時上映となっておりますので、はい、ぜひ皆さんお越しください。何と同時で、喜劇愛妻と6600V が、交互に上映させていただきますので、交互にね、はい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 、3日間だけですね、はい、はい、3、4、5だ、はいはい、3、4、5、はい、はい、どういうことですか、ノリ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 です、はい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 、はい、以上です、はい、はい、それではいきますか、はい、はい、今日のグッドイは喜劇愛妻物語です、はい、浜田岳君とね、はい、水川あさみさん、はい、ニセチセちゃんですね、はいはい、こちら3人の主演の映画となっておりまして、はい、めちゃめちゃコメディーです、はいはい、めちゃめちゃね、はい、でこれね、監督さんが足立新監督なんですけど、はい、ご夫婦の、本当に素敵な感じで脚本を書かれているので、はい、もう自分の実体験、実体験です、ねね、そうだよね、実際のが結構入ってるらしいので、うんうん、はい、って思うかもしれんけども、うん、でこのまた水沢あさみさんがやってるその奥さんがすんごい怖いのよね、怖い、本当に共済、超共済なんですよね、はい、めちゃめちゃ面白いです。これだから公開の時僕は見てはないんですけど、はい、CM とかいろんなやつで見てて、はい、でまあ、めっちゃおもろそうとか思って見てましたけどね、はいはい、番宣とかも結構見ました。あ、はい、ちょっとだけ言いましょうか、はい、結婚して10年、未だうだつの上がらない脚本家のゴーダとときめきを失って、
しまう、妻の地下、幼い娘と3人で旅に出た、四国を舞台にシナリオを書くために5日間の取材旅行。しかしゴータにはもう一つ重大なミッションがあった。旅の間に何としてでもセックスレスの妻とセックスをするという悲願を達成するのだっていうすごいね、はい、悲劇ですね、はいはい、悲劇の日は悲しい方の日、うん、やけど、はい、もっと面白い笑える、笑えて呆れて呆れて泣ける、はい、愛情渦巻く夫婦同って書いてます、はい、読んどるだけかよまあまあまあ、まあ、でも本当に浜田岳さんのダメダメっぷりがすごくて、ほんで水川あさみさんの本当に共済っぷりが本当に笑ける、うん、でもなんか その2人だか そういう2人のこう絡み合いが、うん、そういう夫婦で成り立ってるんだなっていうので、うん、もうほんまに笑けます、うんうん、笑けるそうです、はいはい、ぜひ皆さん来てほしいです、はい、まあ、あれですからね、あのコメディっていうでしょ、はい、コメディってね、はい、あの本当は悲劇なんですよ。あ、本当は悲劇なんですけど、悲劇ってあの中にいると悲しいんですけど、外から見たら笑えるっていうことがあるんですよね。だから、うん、あの このね、喜劇愛妻物語っていうのも、はい、あの中にいるその浜田岳演じる、ね、あのご主人はすごい真剣やから悲劇なんですよ、はい、だけどあのそれを外から見てる僕らは喜劇で面白いっていうね、はい、そういうことなんで、はい、ぜひぜひあの見に来ていただいて、ここでガッハガッハ笑ってほしいですね、はいはいね、はい、こちらが5月3日水曜日から7日日曜日に、はい、上映させていただきます、はい、料金は1000円プラスワンオーダー制となっていますので、はいはい、お越しくださいませ。ゴールデンウィークに向けてね、まあまあ、だからね、あのゴールデンウィークですから、まあ、なんでしょう、その特に今年は行くとこあんま決めてないなとか、ね、いう方いらっしゃったらですね、ぜひ、多分この辺すごく、寂しい感じですよ、あの人いませんから、人あんまりいませんから、オフィス街なんでこの辺 ね、だから歩きやすいです。あの人のいるとこ行ったらもうね、あのなんか何時間並ぶねやろっていうぐらい並ばなあかんところとかいっぱいありますけど、そんなとこ行くんじゃなくて、もうこの辺スイスイ歩けますし、涼しいところでね、お茶も飲みますし、ゆっくりと映画見ていただければと思いますって感じですかね。はい、はい、ということで今日のグッチョイでした。はい、ということでエンディングでございます。はい、今日は15日ということなので、はい、今日これからですね、これございます、ございますね、はい、これやっておりますので、ぜひ見に来ていただきたいと思います。まあ、あの、今日ご紹介した映画のね、あのみんな生きているもそうなんですけど、その医療ものってどうしてもね、なんか暗いんじゃないかとか、あの泣かせに来てるんじゃないかとか、ね、いろいろな言うことを言う人いるんですけど、別に泣かすつもりもないですし、あの多分みんな生きているのもそうなんですよね。そうじゃなくて、ただ単にこんなことあるよっていうことを知ってほしいということが一番 で そのためには、まあ、リアルなものを見ていただくのが一番なので、あの結果的にそういうものになっているというだけだと思うんですよね。で、その中、そのプロセスの中で出てくる、そのおそらく皆さんがご覧になったことない世界というか、あのそういうのがありますんで、それをちょっと覗いてみようっていう感じで全然いいんじゃないかなと思うんですよね、はい。なので、ぜひですね、まあ、みんな生きているもう今日、大阪ではシネヌーボーで今日から、京都では昨日から、みたいにやってますし、そしてこの大きな気になりたい、これは臓器移植、心臓移植の話ですね。で、絆の王子と無限の一歩は医療ものではないですけどね、発達障害と不登校についての、はいはい、作品になりますので、まあ、要はそういう場面になった時に周りの人ってどうしたらいいのかなって分かんないじゃないですか。いきなりご自分の娘さん息子さんが不登校になるかもしれないし、あるいはご友人の息子さん娘さんがそうなるかもしれない、あるいは自分の教え子がそうなるかもしれない、そんな時にどう対処したらいいんかなっていうことを、まあ、描いてたりもしますし、要はその大きな気になりたいもそうですよね、あの自分の大切な人がもし脳死になったらどうなるのかとか、あの自分の大切な人が心臓移植必要な体になったらどうなるとかっていうことをまずは知っておくことによって、まあそういうことが身の回りで起きた時に、そういえばああいうことってあったよねってちょっと
ちょっとだけ知っとくことによってしんどいことがちょっとだけ柔らかくなるかもしれないっていうね、ああそういえばこんなこと言ってたみたいなことがあるといいんじゃないかなと思って僕らも、見ていただきたいなと思ってますんで、まあ、あの難しい話というよりはあのこんなんあんねんなぐらいのつもりで来ていただいて、まあ、ちょっとお話しさせていただければなと思ってますので、ぜひ、今日ですね、多分ねあのみんな生きているはねお昼にやってるんですよ。であのこちらはあの 夜です、はい、18時30分スタートですから、ぜひねあのこの何お中央線でねもう行ったり来たりで行きますからね、あの九条行ってから谷町4丁目でね、はい、降りていただいて、っていう形ではしごしていただければ嬉しいなと思ったりしますので、ぜひお待ちしております。はい、ということで、今日はこれで終わりたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、また来週、来週ゲスト来るよ。 Thank you.